こんにちは、ここはね、桜木町の駅前ですけど、人がいっぱいいますんで、ね、目立つと視聴者がいっぱい話しかけてくる可能性もあるから、なるべく早く終わらせた方がいいかもしれないですね。駅前ここだらっぴろいじゃないですか。なんでこんなにだらっぴろいかっていうと、もともと国鉄の貨物の駅だったんですね。もっと言えばこの桜木町は鉄道の発祥の地であって、新橋横浜間鉄道開業1872年とかそういう風に、ね、言われてますけれど、その当時の横浜駅というのは紛れもないここだったんですね。その後、関西方面に路線を延伸するにあたり、この場所に駅を作ってしまうと、その先の便利が悪いということで、ここは横浜駅ではなくなって現在の場所に移設ということになったわけですが、まあ、その関係でね、今一つ横浜駅というのは横浜らしくないというか、高い建物がいっぱい並んでますけれど、横浜の雰囲気がよく味わえるのはこの桜木町、それからこの先根岸線沿いの関内石川町、そういったところです。周辺が広いですけど、本当に広いですね。広大なこの都市、もともとは全部線路でした。みなとみらい21というところもそう、なかなか立派なところだったんですね。あ、ちょうどあそこにあるわ。横浜線が桜木町に直通しているのもまたね、いろいろと理由が昔から の日本の発展の歴史とかをつなげているんですけど、まあ、それはまた今度大学終わって暇だったらご紹介しようと思います。じゃあどうもありがとうございました。